岡田岳は、日本の総合格闘家、プロレスラー。2003年9月15日、第10回全日本アマチュアシュート選手権、大会バンタム級3位の実績を残し、2004年10月17日、大阪府立単育会館で行われた、シュート新人王決定トーナメント準決勝の対、赤木里志臨戦で、プロデビュー。デビュー戦では、判定負けも、 囲碁西日本地区のシュートグラップリングトーナメントで次々優勝を果たした。地元広島でシュートオフィシャルジムトランクキラスを設立。2017年7月2日、2年ぶりにプロシュートに参戦し、田原美希也に勝利。2015年4月18日、シアタープロレス課長風月王子神谷大会における勝村修一郎戦でプロレスデビュー。 勝村に呼びかけられる形で、以後のプロレス活動が、課長風月所属として行われることとなった。同年7月20日、東京、王子で開催される、課長風月、タッグトーナメントに、同郷のダブプロレス、今野健心と出場。準決勝で敗退し、広島課長風月の開催を引き受けた。12月14日、VKF、マンデーナイトブロール大会で、 プロレスにおける多団体初参戦。対戦相手は、矢郷義明松本総樹、川島真織組。2016年2月28日、フリーダムズ、広島産業会館、西立大会で、プロレスにおいての広島外戦を果たす。対戦相手は、荒井健一郎、ダースバラモン、先駆け戦。5月8日、ダブプロレス、広島マリーナホップ大会に参戦。 広島課長風月を7月17日、広島県立広島産業会館にて旗揚げ。17日午後の火災純プロデュース工業、広島デスマッチカーニバル2016にも、武田聖子とのタッグで出場した。9月25日、ダブプロレスで、青木祐希と組、サウザー木下トール平ら木下デビュー戦の相手を務めた。10月2日、 ハードヒット新木場大会で岩本孝史と組み、鈴木小太郎日野広史組と対戦。10月29日からは、ファイヤープロレスに巡業参戦。11月23日、福山大会では、邪道ロケット電流爆破デンジャラス機、ウ6人、タックデスマッチで、大仁田敦史穂坂秀樹と組み、マヨ軍1号マヨ軍2号先駆けと対戦。 12月23日には JFC ファイティングフェスタに参戦。2017年11月29日課長風月を退団。12月31日頑張れプロレースイン埼玉スーパーアリーナ頑張れスラム2017に参戦。2018年1月からは勝村修一郎と勝村軍を結成。2020年12月27日 コロナプレミアインターコンチネンタル王座選手権挑戦者として王者吉田にドムも TKO 負けを喫する。ありがとうございます。